せーの。はい、皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆうかです。今日はいつの時代も変わらない女性の憧れと同時に悩みでもあるボディケアに関連してご紹介していきたいアイテムがございます。この度クラシエホームプロダクツさんから発売される新ブランドラメランスというボディウォッシュの先行体験レポーターに選ばれました。この動画を見ていただいている皆様にこの商品を使ってみた感想やどういう商品であるかっていうのをお見せしていきたいと思います。それでは早速1週間私が使ってどうだったか見てみましょうか。レッツゴー。始まるよ。まずこのラメランスボディウォッシュのラメラって一体何だろうと思った、そこのあなた、やるじゃないか。いい質問ですよ。ラメラとはお肌の潤いを保っていくバリア機能の根源になるものになります。お肌の中の水と油が規則正しく並んだ肌の構造で、肌の潤いを保つのにとっても重要な役割を果たしているそうです。つまりラメラ構造が壊れたお肌は潤いが逃げていき、乾燥が進んでトラブルの原因になったりするそうです。私もこういう知識は初めて学ばせてもらったので、まだまだ美容の世界は奥深いなって改めて思いました。以前私がソウルで韓国の某お化粧品会社で勤めていた時も感じたんですけども、綺麗で快適なお肌作りにはお肌のための知識も必要だと思うので、今回皆さんと一緒により快適なお肌作りに向けて頑張っていきたいと思います。この度クラシエホームプロダクツさんが研究に研究を重ねて世界初のラメランステクノロジーというラメラ構造を壊さずに洗うことのできる新技術を開発したそうです。毎度ありがとうございます。今までの既存のクラシエさんのボディウォッシュではラメラ構造を守りにくかったのに比べて、このラメランスボディウォッシュは新技術によってみずみずしく乾燥を防ぐお肌作りができるようです。それでは1週間試してみた結果、本当に良かったの？という部分について語っていきたいと思います。まずこのボディウォッシュには香りが2種類あって、じゃん、こちらはアクアティックホワイトフローラルの香り、そしてもう一つのこちらはプレシャスローズブーケの香りになってます。私は個人的にボディウォッシュを選ぶ際に香りってとっても大切な要素なので、まずこのボディウォッシュを開けて香りをこう嗅いだ時に、あ、もうこれ合格だって思いました。どちらも香りがそこまで強すぎないのですが、日中かなり長続きするなっていうのもポイント高めでした。で、これ使ってから旦那に結構香水つけた、いい香りするって褒められたりとかもしました。女性としては嬉しいよね。私が何が一番びっくりしたかっていうと、いつもお風呂上がりに体を拭いてこうボディクリームだったりボディローションを塗らないと、どうしても突っ張ったりカサカサしてるのがすぐに肌で感じられたりして、忙しくてボディクリームを塗り忘れた日っていうのはどうしても一日中肌の乾燥が心配だった私ですが、このボディウォッシュを使ってからの1週間はあえてボディクリームを使わずに過ごしてみたのですが、突っ張るどころかしっとりして乾燥っていうのがまずこう過ごしてる中で気にならなかったなっていうのが一番の驚きでした。これからの季節、季節の変わり目とかで肌のバランスが崩れたりとか荒れやすくなったりすると思うので、お肌根本の潤いを整えてあげるのってとっても大切になってくると思います。なのでとってもいい商品に今回このタイミングで出会えてすごく嬉しいです。はい、それでは皆さん楽しんでいただけたでしょうか。 YouTuber としてこのように素敵な商品をいち早く皆さんにお届けできるっていうことがとっても嬉しかったのと、綺麗に学びはつきものだなと改めて思いました。カサカサよりもしっとりみずみずしいお肌がもちろんいいですよね。お肌に自信が持てるようにこれからもケアを忘れずにしていきましょう。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画で会いましょう。あ、インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではバイバーイ、アンニョン。